川端です。よろしくお願いします。今回はですね、筑波大学附属高校の問題です。直方体がありまして、縦が2、横が2、高さが3になっております。ここでですね、この 3.DPQ なんですけども、この P と Q はですね、それぞれの辺の中点になっています。でこの3点を含む平面でズバッと切った時のこの切り口のね、面積を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。はい、それではね、解説していきます。まずこの立体の切り方なんですけども、ここにポイントが3つあります。まず1つ目、同じ平面上の2点は結べということなんですけども、今この DPQ で同じ平面上にある2点っていうのは P と Q ですね。この P と Q っていうのはこの底面の同じ平面上に2点あるので、これは結ぶことができます。ここね、ビーッと結ぶことができますよと。で、続いて平行な面に対しては平行に切れるっていうことなんですけども、ちょっと先ほど言い忘れましたが、D と P と D と Q は同じ平面上にないので結ぶことはできません。で、平行の面に対して平行に切れるって言ってもですね、まあちょっとこれやることないですね。で、続いて最後3番目ですね。平面を伸ばして切れ。はい。これをちょっと使います。平面を伸ばして切るってどういうことかということなんですけども、まずこの下の底面ありますよね。それをちょっと伸ばします。例えば、この HEFG をですね、この FG の右側をちょっと伸ばして考えます。ここにね、平面がこうあったとするわけですね。この下の面、底面をこう右側ね、こうやって伸ばすわけね。こうやって伸ばします。で、続いて、この EFGH の、この EF の手前側をですね、こう伸ばします。ピッピッと。伸ばすとね、こんな風に。ちょっと曲がってるな。こう伸ばしてったとします。ね。この辺がこう伸ばしていくと。で、そうするとですね、この切り口を、拡大して解釈すると、こう切れるわけですね。はい。で、そうすると、ここと、ここにぶつかります。そしたらですね、今度はですね、この左側の面、この DAEH ですね。この面を、この AE の奥側で伸ばしたとします。こう、奥側をね。このビーッと伸ばしたとします。そうすると、この点とこの点っていうのは同じ平面上にあるってことになりますね。この直方体のこっち側の面です。なので、同じ平面上にある2点は結ぶことができるので、ここビーッと結びます。で、ここでぶつかります。で、同様にして、この奥側の面で、この D とここがぶつかり、同じ平面上になっているので、こことここを結ぶことができます。ピッと。はい。で、ここでぶつかります。で、ぶつかったところでピッってやると、つまりですね、この切り口は五角形なんですね。これ五角形になります。で、ちょっとね、名前をちょっとつけると、ここ PQ なので、ここをちょっと R にしましょうか。ここ S にしましょうか。ここ TU としましょうか。はい。そうすると、この三角形 DSR。ね。この三角形 DSR がありますね。DSR と。で、で、ここのところ、今 U と T ですけども、U と T がですね、ここに U があって、ここに P があって、こんな感じですね。QT ということになるので、求めたい面積はこの五角形 DUPQT。これを求めるというふうになるんですね。で、ここで、じゃあこの五角形ってどうやって求めるのかということなんですけれども、この五角形はですね、この大きい三角形から、この小さい三角形2つ、USP と三角形 TQR。この2つをくり抜くことによって、ここの五角形の面積って求めることができますね。で、あとは、この2番の平行の面に対して平行に切れるよってことなんですけども、この UP とこの DR は平行です。ここは平行。また同様にして、この TQ とこの DS も平行になっていますね。
平行な面に対しては平行に切れるよということだね。そうするとこのようになりますよと。で、長さなんですが、今、こっからここ2なので、中点ならここ1ですね。で、ここ1、ここ1と。で、そうすると、例えば、この直角三角形と、この直角三角形って、これ合同なんですね。合同。まあ、ここ、対頂角で等しくて、ここの角90度、ここも90度で、で、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、合同になります。つまり、ここ1だったら、ここの長さも1になりますね。で、そうすると、この三角形 ESP って、これ直角二等辺三角形なんで、1対1対ルート2なんですね。なので、ここがルート2と出ます。で、同じことはここも合同になりますので、やはりここもルート2という具合に出ます。で、続いて、例えばこの US の長さとかも、今度はですね、これとこれが相似になりますね。これ平行線となっているので、こことここは平行線になってますからね。相似になってます。なので、相似比はこれ1対2ですね。なので、ここ1対2になります。で、ちょうど3だから、ここ1、2って分かるんですね。そうすると、この三角形 USE ですが、これ1、1、ルート2の直角二等辺三角形なので、ここルート2と出ます。つまり、ここルート2ですね。と出ます。で、ここは1対1対ルート2で、ここ2、ここ2だから2ルート2と出ます。で、同じようにやると、ここも同じように2ルート2、ルート2と、いう形になるんですね。で、ここも、ルート2。で、ここもルート2なんで、ルート2、ルート2、ここもルート2ですね。つまり、これ三角形 BSR って実は正三角形です。これ3ルート2、3ルート2、3ルート2、正三角形。なので、この正三角形で、しかも、今、ここ60度で、これ、ここも60度ですから、ここも60度。そうすると平行線のね、同位角等しいので、ここも60度。つまり、この、くり抜いた三角形はもちろん正三角形なんですね。はい。ということで、なんとなく方針がね、つきますかね。この正三角形からこの正三角形をね、くり抜くことによって、ここの五角形の面積は求まりますよと。じゃあ、じゃあ普通にね、正三角形の面積求めればいいんですけれども、正三角形の面積、例えばちょっとちっちゃいやつを求めましょうか。ちっちゃい正三角形ですね。一辺の長さが、ルート2の正三角形になるので、ここ垂線引っ張って、ここ60度ですから、30、60、90度で、ここルート2の半分で、ここ2分のルート2と出ます。で、ここが1対ルート3だから、この2分のルート2をルート3倍すると、2分のルート6と出ます。そうすると、この小さい三角形ですね、底辺がルート2、高さが2分のルート2、かける、2分のルート6、失礼しました。2分のルート6かける2分の1ですね。で、これを計算して、4分のルート12、つまり4分の2ルート3、つまり、2分のルート3というふうに出ます。で、ここの面積が今2分のルート3と出たわけなんですけども、まあ、もちろんここもね、2分のルート3と出るわけですが、まあ、ここでですね、せっかく、この三角形 USB と DSR と TQR って同じ形、つまり相似なんですよね。相似であることをちょっと利用すると、相似比が A 対 B の時、面積比というのは、これ A の2乗対 B の2乗になります。まあ、簡単に説明すると、底辺が A 対 B だから、高さも A 対 B になります。そうすると、底辺と高さと2分の1かけたものが面積なので、A かけ A 対 B かけ B みたいな形になって A 2乗対 B 2乗になるわけですね。ということなので、ここで、今、この小さい正三角形と大きい正三角形ですが、この相似比を考えていたときに、相似比はこれ1対3になりますね。ルート2対、3ルート2で1対3。ってことは、面積比っていうのは2乗して、1の2乗対3の2乗で1対9になります。つまり、ここの面積を1個分、この面積を1個分とすると、全体が9個分だから、9-1-1 でここを求めたいところ7個分なんですね。ということなので、最後答えはですね、この今ちっちゃい正三角形の面積を求めましたが、これを7倍したら答えになります。この面積の7倍で出ますよね。したがって2分のルート3かける
なので、2分の7ルート3という具合に答えが出るということなんですね。まあもちろんですね、普通に一辺の長さがね、3ルート2の正三角形の面積を求めてあげてもいいんですけども、まあ相似比をうまく利用することによって片方だけ求めてあとホニャララ倍で出るので、一番小さいやつ求めて何とか倍ってやるのはおすすめの解き方です。まあなかなかね、これね、私こうやって何とか倍でやるといいよって生徒に教えてもね、何回やってくれないんですけどね。まあ引き算とかするよりね、掛け算した方が楽だと思うんですけどね。はい。ということでね、筑波大学附属のね、直方体の切断の切り口の面積を求める問題だったということになります。まあ、結構ね、ちょっと切り口が出てきた時点でちょっと苦手意識持ってる生徒多いと思うんですけども、まあ、そもそもね、中学校であんまりこういう切り口の話ってしないのでね、そういった意味でね、ちょっと解き慣れてないっていう点では難しい問題だったかもしれません。わかったかな？以上で解説終わります。では。